とりあえずオーストラリアでできなかったエア練習と1ヶ月試したその腹筋でどれぐらい滑りが安定して、でそのメニューをくれた先生も一緒に来てくれて、でどこが使えてないよとかそういうのを見てほしいって言ってるので、で使えてないところをさらにまたメニューもらったりして調整していきたいなって思ってます。あ、韓国人のジョンファって同い年の子いるんですけど、めっちゃ仲いいです。てかこの間誕生日でフェイスブックでおめでとうって送ったら、いつ来るのみたいな、早く来てとか言って、あ、もう行ってます。で29日までいるって言ってたから、私23日に帰るんで、ずっと一緒です。とりあえず今はいいですね。気にしないですね、はい、だって気にしたって意味ないから、自分の滑りがどうなるかっていうのが一番気になります。でもちろん自分も隠すことなく、なんかいろいろやりたいです、はい、だって試合じゃないから、もし練習でできてたとしても試合でできるかは分かんないし、そこで失敗してでも試合ではできるかもしれないから、でもなんかその上手い選手を見て、その一夜の入り方とかは研究したいと思うし、なんか誰を見たいとかじゃなくて、まあとりあえず男子で上手い選手で入り方だったら、日本チームでもそのショーの入り方見たりとか多分すると思うし、まあ、フルツイストは 100% 仕上げるつもりでいきます、はい。で滑りもやっぱもうスイスしか最後、滑る練習、かなり滑り込む練習するのはスイスなんで、そこで感覚もつかんで、でその今までやった体幹の使い方をちゃんとそこで覚えて